はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティスト吉野です。今日はですね、お花屋さん向けにもなるレクチャーをしていきたいと思います。お花屋さんって割とこう入ったけど誰も教えてくれないとかっていろいろとそういうね、お花屋さんが研修をする場所っていうのは全然ないんですよ、実は。なのでこのね、フラワー TV を見てレッスンして、こうみんながね、上手くなってくれればと思ってます。今日は女子一番人気と言われている、ガーベラですね。ガーベラってこのお花、よく見るお花だと思うんですが、これね、結婚式なんかでも本当にこう女性の一番人気のお花なんです。だけど実はこれで花束作ってくださいとかって言われると、もう本当ドキドキしちゃうお花屋さんいっぱいいると思うんですよ。なので今日はそのガーベラをこう花束にしていく方法を皆さんに教えていきたいと思います。これね、長いタイプと短いタイプとあって、長いタイプも意外と難しいんですけど、今日は短いタイプで、ちょっともうちょっとポピュラーな、もう一つポピュラーなこういうドルゴキキョウですね。ドルゴキキョウとピンクのガーベラを合わせた花束を作っていきたいと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。まずね、こうお花屋さんにお客さんが来て、こうガーベラとドルゴキキョウで花束を作ってくださいなんていうケースは結構多いと思います。それでこう短めのね、ブーケ風なんていうのも今流行ってるんで、そういうケースも多いと思いますので、今日はこの花材を使って短めなブーケ風にしてくださいというふうに言われたら、じゃあどうやって花束を作ったらいいのかっていう部分をレッスンしていきたいと思います。はい。まずですね、これとこれでお花束を作ってくださいって言われたら、ドルコキキョウの、このスプレー咲きの部分はみんな、もちろんスプレーの部分はこう枝を取っていきます。で、例えば、こういう風な枝になっているものはもう全部弾いちゃってください。このように切り分けていきます。これをつけたまんまにしとくと良いことはないんで、全部このように切り分けていきます。手でも簡単に切り分けられるんで、はい、このようなパーツにしていきますね。ガーベラとドルコキキョウをこのようなパーツにしていきます。で、このガーベラと、このドルコキキョウをこう花束にしていくんですけれども、これ、こういうふうに、こういうふうに花束にしていきますね。これね、誰がね、やってもこういうふうに花がくっついて、こういうふうになっていくんですね。で、これをこう少しでもボリューム出していこうとかっていうのが、多分入りたてのあなただからできないとかっていうわけじゃないんです、これ。これね、僕なんかがやってもできないんですよ、はっきり言って。で、これね、プロとこう入りたての子、アマチュアの子とどう違うのかっていうところがここのポイントで、例えばもうプロだと経験年数があるから、これだとできないっていうのがもう分かるんですね。じゃあ何をこれにプラスしたらやりやすいか、そこが問題なんです。そこを覚えたらあなたも多分プロになれるんです。それはね、答えはこういうグリーンとかこういうフィラーフラワーですね。こういうのをお客さんにお勧めしましょう。例えばこのドアセナの葉っぱ1本おすすめしても、本当にこうガーベラの花1輪くらいの金額でこれ買えるんですよ。なのでこれを足すことは多分全然苦じゃないので、これをおすすめしましょう。そうするともうあなたの仕事が100倍ぐらいスムーズにできて、100倍ぐらい素晴らしい花束が出来上がります。たったガーベラ1本プラスする、ガーベラ1本の金額をプラスするだけで、そのぐらい花束がゴージャスになり、素晴らしく綺麗になります。
ついでにこのフィナーフラワーもプラスすると余計もっと素晴らしい花束ができますので、この2つをプラスするプラスするお客さんがおすすめすることができるのがプロなんです。なのでそのようにおすすめして素晴らしい花束を作っていきましょう。ではここからこれをプラスして花束を作っていきたいと思います。これはここからパート2になりますかね。じゃあパート2ではこれを使った花束を作っていきます。では第2章楽しみにしていてください。